こんにちは、寒いです。あれ、足が寒すぎます。子供が元気よく歩く横で、あまりの寒さに一箇所に固まる猿。ジーパンが凍ってしまうほどの史上最強の寒波。今日未明から人々の生活を襲いました。突き刺さるような寒さですかね。めっちゃ痛いです。ちなみに足はめっちゃ寒いです。でもどうしてもミニスカートは履きたいので、上をめっちゃ熱くして下はもう我慢って感じでめっちゃ寒い。北海道の洗礼を浴びたっていう感じですね、はい、カップラーメンもこの通り。この猛烈の寒さ、一体何が要因なのでしょうか。これは先月末のアメリカ・ニューヨークの映像。噴水が凍り、水道管も相次いで破裂。アメリカ北部を中心に大寒波に見舞われました。アメリカ大寒波の原因、北極にある寒気の渦、極渦と呼ばれる空気の渦です。極渦が分裂して、一つはアメリカ北部に南下、そしてもう一つは今北海道をすっぽり覆っているのです。これは今朝羅臼町で撮影された写真です。13頭のイルカが流氷に閉じ込められ、うち9頭が死亡しました。羅臼町の海岸には昨日流氷が接岸していました。午前8時半です。時折風もあり、肌に突き刺すような寒さです。多くの人たちがフードをかぶったり、肩をすぼめながら寒そうに歩いています。気温がマイナス12度を下回る中、連休前の金曜日、会社に向かう人々。いや、寒いですね。ちょっと下着も2枚履いてきました。すごい寒いです。もう顔も手も痛いし、なるべく外に出る時間を少なく。普段は外に出て遊んでいる猿も多いんですが、今日は寒さからか、ほとんどの猿が温泉の中に入っています。一方で湯煙の中、温泉に浸かりうっとりとする猿たち。羨ましいですよね早く温泉に入りたいぐらい札幌市内の製氷店、氷を作る場所の温度はマイナス1度。外の方が全然寒いんで、外から中入ったら暖かいなって思っちゃいますね。道東道の夕張インター付近です。100メートル先の車がほとんど見えなくなるほど視界がかなり悪くなっています。この寒さで事故も相次ぎました。江別市内の国道は吹雪でホワイトアウト状態。見通しが悪く衝突事故が起き、複数の車が道路脇に止まっています。午前11時過ぎにはシムカップ村の道東自動車道で車6台が絡む玉突き事故、2人が軽い怪我をしました。午後になっても気温は上がりません。お肌が霜焼けになりそう途中出てパートでね、バボシャ使いましたあまりに寒くて帰る背中に入れてます。すみません、今日はどちらからいらっしゃったんですか。九州の大分です。九州の大分、はい。寒い寒い、すごい寒い。寒いというか痛いというか大分県から雪祭りを見に来た夫婦です。痛いほどの寒さでまず買ったのは肉まんです。幸せです離れとこ出てきた日中もマイナス10度を下回った旭川ですが、湿らしたジーパンもあっという間に固まり、地面にしっかりと立ちます。ジーパンだ。何これ、何やろ。いつお風呂場とあと洗面所の方が凍結でなんか水漏れっていうふうには聞いてるんですけども。水道修理業者の今野正弘さん、水道が凍結したという連絡を受け修理に向かいました。
この家に住む女性は2週間家を空けていたといいます。お風呂場の蛇口は凍って動かせない状態でした。蛇口の内部で凍結しちゃって、中で氷って膨張するじゃないですか、それで押し出されちゃったような感じです。中からこうグッと膨らんで、だから内部から出ちゃいけないとこから水がビュービュー吹き出してるような感じなんで。水道の元栓は閉めたそうですが、水抜きがしっかりできていなかったようです。今日凍結がひょっとしたら多そうですね。なんかね、この感じですと寒いですし、寒くなるとも思わなかったし、長期間開けるとも思ってなかったもんですからね。そこがちょっとね、あと蛇口の水抜きの仕方もよく把握してなかったから失敗しましたね、はい。北海道を襲った史上最強の寒波。今日はこれまでにレールの部品が凍結するなどして100本以上の列車も運休しました。